カインドライバル獲得に前進。リバプールは今夏、ティアゴ・アルカンタラが今季限りで退団濃厚で、遠藤航も31歳ということもあり、この夏にも中盤の強化を進める方針である。そこで目をつけていた所属する22歳 MF アラン・バレラ獲得に本腰を入れるかどうか検討しており、7000万ユーロとも言われる契約解除条項を発動することすら考えているようだ。まあいくら遠藤がすごいと言ったってさすがに補強は絶対必要。リバプールの移籍部門に関しては有能なことは分かっているのでいい選手なんだろうな。バイチェキッチ復帰が近づいてるからそこまで急務で必要でもない気がする。南米のアンカーってだけでなんか安心する。だいぶ深いタックルで刈り取ってくれそう。日本人ファンではあるけど、リバプールがガチでチャンピオンズリーグ優勝を狙うのであれば遠藤がスタメンな状況はあまりよろしくないと思う。変に微妙な選手連れてくるんじゃなくて、トップレベルの選手を大金で買った方が結果的には安上がりになりそう。キミッキ、カマビンガとかどうかな。誰が来ようが遠藤は負けない。リバプールは中盤が肝だから人数はいっぱい欲しい。遠藤、スタメン必修だ。